こんにちは、水彩画の酒井です。今日は北海道小樽運河の雪景色を描いてみたいと思います。こちらの風景を選んでみました。それではどうぞご覧ください。用紙はアバロン F4 号サイズ、絵の具はターナーの18色セットから4色抜いて14色で描いていきます。パレットは前回の動画で使ったままになってましたので、そのまま使っていこうと思います。この辺も洗ってないそのままになっていますので、この辺の色をまた利用しながら描いていこうと思います。今回は建物がありますので、この辺が歪んでしまうと格好が悪いので、軽く鉛筆で印をつけています。今映像では全く見えないと思いますけれども、実際に私の目でも見えないぐらい薄く、鉛筆で印をつけておきました。それでだいたいこの屋根の形の位置などが分かりますから、ここを取りまして、それから空の部分からまた塗っていきます。軽く鉛筆で印をつけましたので、空のところからうっかり塗ってしまいましたけれども、本当はこの辺りから決めていくといいのかもしれません。この運河の、そうですね、ちょうど中心の方に、橋がありまして、この辺を決めておいて、それから建物とこの運河の広がりですね、それから建物のこの軒下の辺りをきちっと押さえていく、こういうやり方の方がいいと思います。今回はちょっと空の方から先に塗ってしまいました。今回も4倍速と標準のスピードの組み合わせで動画を作っています。今は標準のスピードです。またいつも同じことばかりなんですけれども、今書いているところの筆の置き方を見ていただくと分かると思いますけれども、私はあまり筆を紙の上に強く押し付けないようにして書いています。だいたいそうですね、強く押しても半分ぐらいまでという感じですね。であとは本当に筆の先だけを使って描くようにしています。また水を今ポンとつけました。でパレットでこう混ぜる時もあまり強く押し付けない。筆の毛先の根元の部分の方には水だけがついていて、絵の具は先端の方にだけついていると、そういう感じにしています。このような方法で描いていますと、描いていると筆先についた絵の具がなくなっていきます。そうすると水だけの状態になります。ですから筆はあまり洗わなくても、次の色をパレットでつけても、濁ることはあまりありません。ですから筆を洗うということはあまりないので、最後までこれを見ていただきますけれども、今上の方に水が少し映っていると思いますが、最後まで水はきれいな状態で描けます。ですから、私大体お家で毎日描いても、水を交換するのは3日に1回ぐらいで大丈夫かなという、そんな感じで、描いていますけれども、それを真似することは必要ありないと思いますけれども、スピードを上げて描くときに、あまりこう洗ったり、それから筆を拭いたりする時間をどうやったら短縮できるかなと思って考えてやってるうちに、だんだんこの方法になってきたような、気がしています。絵の具についてもよくご質問を受けますけれども、私あまり絵の具については詳しくありませんので、的確なお答えができなくて困っていますけれども、今回18色のターナーのセットから4色抜いて今14色で描いていますけれども、そんなに深い意味はありません。なんとなくこれはなくてもいいかなと思ったので抜きました。で今空いているところに他の絵の具をもう少し足していこうと思っていますけれども、まだそれをしていません。これから足していこうと思います。
今使っているこの刷毛は100円ショップで売っている3センチ幅のナイロン製の刷毛ですね。これをよく使います。この硬さがちょうどいいものですから、このように少し引っ張るときとか、それから水をつけて絵の具を剥がすときにも非常に便利です。今濡れているところから今度乾いた状態になりましたけれども、乾くとこんな感じに落ち着いていきますね。落ち着くのと同時に色も薄くなっていきますけれども、この感覚を覚えておくのが大切だと思います。用紙はずっとアバロンばかり使っていますね。普段こればかり使ってるわけではないんですが、ついつい使ってしまいます。今度は他の紙でも書いてみますので、水彩はやはり紙によって全然変わってきます。今乾いた状態のその色の感じとかも紙によって大きく違いますので、今度は別なので書いてみますので、もう少しお待ちください。とうとう今年はずっとアバロンで書いてしまいました。絵の方に話が移りますけれども、写真は非常にここの辺り暗いですけれども、今暗くつけたらちょっとこれだと重い感じになってしまいますね。そう感じたら時にはこうティッシュペーパーで乾かないうちに絵の具を少し取っておくといいと思います。後ほどここをもう少し暗くしますけれども、ただ大きく暗く潰れてしまう、広い面積が変化のない単調の状態になるっていうのが良くないので、そう気づいた時にはティッシュペーパーなどを使って絵の具を少し剥がしていくという、そういう考えも常に持ってた方がいいかなと思います。それではまた続きを書いていきます。左側の街並みや、それから遠くの山などもこれから書いていこうと思います。絵は全体広く、まんべんなく書いていくのがコツだと思います。この辺りの石積みの辺りのところもしっかり描かなければいけませんけれども、雪は真っ白でこの辺はものすごく暗いところがある。で写真に撮ってしまうと白いところは飛んでしまうし、黒いところは潰れてしまう。実際にここの小樽運河のこの場所で見ているともっといろんな調子が見えるのかもしれませんけれども、写真を見て描くとこの辺りが非常に欠点になります。特に雪景色というのはそのコントラストの差がすごく大きい、明暗の差がすごく大きいので、写真にしてしまうと、白いところは飛んでしまうし、暗いところは潰れてしまうというところが出てきますので、ある程度その現場でしっかり見て、その細かな調子を覚えてくるとか、そういう工夫をしなければいけないような気がします。そして今この水の映り込みのあたりですね、ここも面積としては非常に大きいので、このあたりもしっかり描いていこうと思っています。遠くのこの雪山の部分ですけれども、これも夏の山と同じで、まずこう稜線というか、その暗い部分の色の変化 その斜面の流れみたいなのがありますよね。そこを見てよく描かなければいけないんですが、これだけ見ると前にもちょっとお話したように、その山の感じがですね、ぬるっとした感じって私表現しましたけれども、コメントで、その粘土でできたような粘土の塊のような感じになってしまうという、表現をされていた方もいましたけれども、そうなってしまいますので、まずその流れだけを見て描きます。その後よく見るとこの暗いところっていうのは、木一本一本のその塊なものですから、その木の一本一本の
点々を少しつけていくといいのかなと思います。で今ちょっとこうぬるっとしたような感じのままですけれども、まず他のところを描いてその山の部分をよく乾かしてからまたその木のちょっと小さな点をですね、入れていこうと思います。それが入ると非常に山が自然に見えるようになると思います。遠くの街並みのところに街灯とか電柱などありますよね。その細いポールを描くときは、この太い筆を潰して、平べったくしますね。で、そうして、こう描くと描きやすいかもしれません、細い筆を使うよりも太い筆をこのように先を潰して描くと絵の具の持ちがいいので非常に描きやすいと思います。壁の部分もだいぶ描き込んできました、完成に近づいてきましたけれども、ここでまだなんとなく私は、落ち着かないような気がします。で、落ち着かないなと思った時にはこのこともよくお話しするんですけれども、一番手前の下の部分を見てここをある程度暗くしていく、そうすると、落ち着くような気がします。それで思い切って写真よりもここをかなり暗い色をつけてみました。どうでしょうか、私だけの感覚かもしれませんけれども、ここが色ちょっと強めになったことで、全体が落ち着いたような気がします。一番手前のこの青い色ですね、最初の方が良かったんじゃないのと思うかもしれませんけれども、今かなり強く塗りました。でも乾くとこのぐらい塗っておいてちょうどよくなると思います。最初に塗った時は、その青の感じですね、あの場合はちょうどよく見えますけれども、乾くとだいぶ薄くなってしまいますので、ちょっと強めに塗っておくのがコツです。上の部分にも軽く青でつないでおきます。こうすることによって落ち着くと思います。あっと今手で触っちゃいましたね、下のその青い水の部分、縦のラインが入ってしまいましたけれども、慌てずに上から軽くこう伸ばしておくと、大丈夫だと思います。で、パレットなんですけれども、とうとう今回もこの細い部分しか使いませんでした、このぐらいの汚れでパレットも終わります。それから水の方もここまで描いても、そんなに、汚くなりません。こんな感じです。それからさっき言ったように手前のこの青の部分ですね、乾いたらこのぐらいに落ち着くと思いますので、先ほどぐらい塗っておいてちょうどよくなると思います。さらに描き込んでいきますけれども、この壁のところに、光のこう斜めに走ってる影が出ていますね、実はこの写真、かなり古い写真でして、2013年の11月29日というふうにデータが残ってますね。で、朝9時37分に撮影した写真です。私がこの時たくさんなんか雪が降ったものですから、自宅から、こういう時は面白い風景を発見できるかなと思って、出かけた記憶があります。次に水面がよく乾きましたら、ナイロン製のこのハケに水をちょっとつけて、軽くこすって水面の反射した光の当たって明るくなって見える部分を表現したいと思います。
そろそろ完成に近づいてきました。で最後は不透明の白を使って、また雪の部分の明るいところ、それから、この時たくさん雪が降ったものですから、至る所にこうちょっと出っ張りがあるところにはですね、雪が積もっていたので、その綺麗な雪が積もったところの、その小さな点を、たくさん描いていこうと思います。これによって、その雪景色のキラキラとした輝いた感じも、表現できるのではないかと思います。でこの辺にツタがあって、そこにも雪がちょっと絡んでましたので、また腕を叩いて飛ばして小さな点を少しだけ入れてみました。左側の空の部分、下の方まで青が強く入りすぎているかなと思ったものですから、ここは水をつけて、軽く剥がしてみました。まあ前のままでも良かったのかもしれませんけれども、なんとなくちょっとここが、もたついたような気がしましたので、ここを少し剥いでみました。それからこの扉の部分とか、そのドアの部分に、赤い、まあ、マークがついていたり、赤みがありましたので、ちょっと赤色をつけていっています。それから遠くの街並みにも、小さな赤い点が見えてましたので、この辺りを入れることによって、さらに色の幅が広がって深みが出ていくと思います。こんな感じでだいたい完成になりますね。この辺りを最後少し丁寧に描いて、終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今は2020年の12月31日、14時を少し回ったぐらいの時間帯です。これで今年の YouTube 最後の作品になります。こんな感じに出来上がりました。いかがだったでしょうか。なんとか今年も元気でやってこれました。またこれからもどうかよろしくお願いいたします。皆さんもまた元気でこの YouTube を見てください。ありがとうございます。それではまた。さようなら。